e スポーツマックス。はい、今回は金子がイベントに行ってきてくれたと。行ってまいりました、はい、あのレースゲームと、うん、あと実際の車で走るドリフトレースが融合したルーツっていうイベント、うん、ゲームと実際のドリフトがそう、うん、に行ってきたんですけど、ちょっとどんなイベントだったのかぜひ早速ご覧ください。5月11日栃木県日光サーキットでルーツチャンピオンフェスティバルが開催されました。このイベントはゲームとリアルの垣根をなくすため、e スポーツプレイヤーとプロドライバーがグランツーリスモスポーツと実車レースで対決するというもの。早速このイベントのスペシャルアンバサダー土屋圭一さんにお話を聞いてみました。お疲れ様です。お疲れ様です。あの今日ちょっといろいろお話を伺いさせていただきたいんですけど、はい、このルーツっていうのは、はい、どういう思いで生まれたイベントなんですか？まあ、基本的に車好きですよね、はい、ゲームの車好き、はい、で実車でこういう走るドリフトグリップで、うん、好きな車好きっていう、はい、まあ、3パターンありますよね、ゲームとグリップとドリフトとっていう、うん、それを一緒にしたら面白いだろうなっていうのがルーツです。じゃあこの今後ルーツをどういう風にしていきたいとかあるんですか？ゲーマーとリアルと一緒のイベントを世界に広げていきたい。じゃあ今後のイベントも楽しみにしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。乗れるらしいです。なんすか？乗る？乗ってみれば？どんなもんか。乗れるっていうのはあれですよね。乗ることができるってことですよね。横にね。はい。だから選択権はこっちにあるってことですよね。そうだね。ね。乗れば。道場の許可が下りたので、金子がドリフトを体験してみることに。待って待って待って。待って、すいません、怖い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 。遅いっつ。待って待って、怖い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 。遅い。下ろして。スピードも遅いでしょ、まだ。いやいやおっかない。うわー、危ない危ない危ない。何これ。マジかよ、これ。最悪の運転手は外側から見てても音とかすごいですけど、中なんてもう全然レベル違いますね。まあ、貴重な経験でした。ありがとうございます。本当に一生に一度の経験を。ありがとうございます。もう二度とないことを願ってます。新潟待ってます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ここからはドライビングシミュレーターゲームグランツーリスモスポーツ対決。日本で屈指のグランツーリスモプレイヤー、そしてプロドライバーが参加し、エキシビションマッチが行われました。まもなくレースがスタートします。スタート。ルーツチャンピオンフェスティバル日光、今スタートです。 BME ぞ。まずは静かな立ち上がり、はい、おっと来ました、ビートル、ね、カルソニックが来ました。 M6 スタートでやられたね。で、凛太郎選手がまずここでトップに立つか。お、誰かコースアウト。そうですね。あ、レクサス、レクサス、レクサス、何やってんの。ちょっとここで現在凛太郎選手がトップ、そしてカルソニックもなかなかいいです ね。レース序盤、なんとグランツーリスモプレイヤーを抑え、プロドライバーの久保凛太郎選手が首位をキープ。
ああ、凛太郎選手がかなりいいんじゃありませんか。うまいね。レーシングドライバーやめてゲーマーになった方がいいんじゃないの。これはいい距離だね。ああ、いい距離になってきました。このセクター2でこの距離だと、はい、セクター3はもう絶対的に有利だよね。うわ、さあ外からヤマドゥ。ヤマドゥはどうでしょう。あ、でも悪くない、ほらこの距離は。さあ後半のこのテクニカルセッション、ね、上り、おお、ミスった、ミスった。ヤマドゥいける、いける。さあどうか、内側からカルソニックが来たぞ。来たよ、カルソニック。2番手浮上。現在プロドライバー久保選手が首位。久保選手逃げ切れるのか。まずはリンタロー。ルーツチャンピオンフェスティバルグランツーリスモ部門6周目を迎え、未だ首位はプロドライバー久保選手。外からはリンタロー。ここでトップに立ちました。ヤマドゥやられた、うまいな、まあ、ここぞのタイミングで出てきました。うまい。残りあと2周でヤマドゥトップね。こういうレース展開をするんだよね、ヤマドゥは。一方で後続の3台がちょっと苦しくなりますね。辛いな、残りは。残り2周タイヤ辛いね。凛太郎選手どこ行ってしまったか。ちょっと今コースアウトしたかに見えましたが、かなり置かれている、ね、いなくなっちゃったね。レース終盤、グランツーリスモプレイヤー同士のバトルが始まる。残ってますね。ねえ、さあ残りはプリウス、さらにはパナソニック。最後の最後までまだ分からない。うまいな、この距離は。しっかりと抑えている。ああ、うまい。タイヤをいじめてたが、ここでトップに立てるか。ヤマドゥカルソニックはどうか。さあストレート返ってきた。やはりヤマドゥ強し。ヤマドゥ見事に逃げた、逃げた、逃げました。この前3台はうまいな。スリップ効いた。うわ、どうか。判定はどうでしょう。勝ったのはカルソニックか。勝ったのはどうやらカルソニックのようです。なんとビートルが勝ちました。優勝したカルソニック選手は年末に開催されるルーツジャパンファイナルカップ2019の出場権を獲得しました。さあ今回優勝したカルソニック選手に来ていただきました。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。今回は実際のプロレーサーの方も来てってことだったじゃないですか。そうですね。それなんかちょっと違うもんなんですか。普段車って体で G を感じて、その車の動きを判断するものなんですけど、ただゲームだとどうしてもゲーム上の動きを頭の中で判断して、それをまあ G を感じ取ったかのように操作していく必要があるので、そこの再現をどうしても一回自分の中で置き換えるというか。そうですね、はい、っていうのもあるので、その辺の考え方の差とか、やっぱりその慣れぐだれというのもあるので、どうしてもやっぱりゲーマーの方に分はあったかなというふうに感じています。国体に出るんですよね。そうですね、まだ代表としては決まってないんですけれども、まあ、8月にその県代表決定戦というのがあるので、そちらで県の代表になれば、まあ、10月の茨城国体には出られるので。だから子供の時は想像できなかったかもしれないけど、はい、今からの子供たちは逆にそれが当たり前の中で過ごしてくるから、はい、あの国体に出たカルソニック選手ですよねっていう憧れの目も出てくるわけですね。まあなってほしいなと思いますけれども、ね、だからそういう結果を期待してますんで、はい、国体も頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。続いてはエキシビションマッチを行わせていただきたいと思います。そのエキシビションマッチを土屋さんと戦うゲストの方をお呼びしたいと思います。ゲームの中で土屋さんと対決できて、まあ、もしかしたら勝てる可能性もチャンスもあるということで、今頑張りたいなと思います。これは危ねえ。さあどちらが先に帰ってくるか。どうやら土屋圭一が最後の最後勝りました。見事勝利したのは土屋圭一さんです。続いてはグランツーリスモプレイヤー藤尾選手 VS プロドライバー新井選手の実車タイムアタック対決。先行の藤尾選手のタイムは42秒430。高校の新井選手のタイムは42秒982。なんと藤尾選手が新井選手を破る結果に。ここでプロドライバーの久保選手が緊急参戦。プロドライバーの意地を見せられるか。
さあどうか、はい、2周目のタイムアタック42秒1の価値を上回ってきました。42秒114、さすが久保凛太郎。なるね、久保選手が42秒114を出し藤尾選手を上回りました。実写とあとはゲームで戦うってことでしたけど、どうですか実際一緒にやってみて。やっぱりゲームはちょっと僕ら負けちゃう部分はあるんですけど、やっぱり実写になるとやっぱりそれは僕らもお仕事なので負けられない部分もありますし、そこは一生懸命頑張ります。今日めっちゃいいタイム実写で出してたじゃないですか。頑張ーレイさんちょっとね、肉薄するというか、はい、まあ、でも勝ってたしちょっと、まあ言っても、コンディションは僕の方が良かったね正直、車としての。あ、なるほど、はい、なるほど。あと後になればなるほど、ちょっと僕の車は、不利になっちゃうんで、乗り方が、はい、じゃあ今後も、はい、まだ実車は買えない年代のゲームやってる若い子とかもいるわけじゃないですか、はい、そういう子にもいつかサーキットにも来てほしい、一緒両方やってほしい。そうですね、やっぱゲームでやれることは、正直実車でも使えるところはあると思ってます、僕は。っていうのも、僕が実際にこう練習しながらやってるんで、ぜひ、若い人たちにどんどんサーキットを来てほしいなと思います、さらに12日にはリアルレースルーツ JDL オールジャパン AE86 ドリフトフェスティバル2019が開催されました。AE86 乗りが全国から参加した国内でも類を見ないレースです。本日の審査団の、そして AE86 乗りの日本一オープンクラスの優勝は小泉選手、おめでとうございます。